こんなにいんのかよ。若いやつも結構来てんな。一番、お前何歳だ？42歳だ。ナンバは？確か41かな。どっちも望みは薄いな。歳なんて関係ねえ。仕事ってのは熱意だ、熱意だろ。熱意ね。やる気はあるっつってんだろ。まだまだ若いやつには負けねえよ。松尾さん、あなたお酒臭いですよ。そういった方は斡旋しかねますんで、まずお酒をやめて後日改めて来てください。バカ野郎、こんなとこ二度と来るのか。次の方。はい、よろしくお願いします。現住所が空欄ですが。今住むところがなくて。でも仕事は真面目にやります。酒も飲んでません。では今回は特別に。もう決定か。ご実家の住所を書いといてください。え、なんだ。あ、でもその実家もないんすよ。ああ、いわゆる路上生活ということですね。では自立支援センターの方へ行ってください。なんすかこれ。健康診断や技能講習を受けられますんで。いや、俺が紹介してほしいのはこういうのじゃなくて仕事なんすよ。現状では斡旋しかねます。規則ですので。お願いしますよ、俺頑張りますんで。無理なものは無理です。規則ですので。はい、次の方。ちょっと待ってくれよ、もう少し話しよう。おい、さっさとどけよ。どうだ、熱意は伝わったか。いや、全くダメだ。だよな、俺も門前払いだ。捨てる神はいても拾う神はいないってことさ。全くその通りよ。どうだい、見捨てられた門同士、その辺で仲良く飲まねえか。お前と一緒にすんじゃねえよ。ハッ、ホームレスの分際で透けしやがって。こんなんだったら魚でも釣りに行ってる方がマシだったぜ。とんだ無駄した。腐るなよ、他に方法がある。諦めちゃダメだ。あんたたち仕事探しに来たのかい。ああ、だけどホームレスには斡旋できねえとよ。それは難儀だね。でもそれじゃ困るだろう。そりゃ参ってるさ。でも仕方ねえ。でも見たところあんたたち根は悪い人間じゃなさそうだな。お世辞なんていらねえよ。でもありがとうよ。今夜ちょっとしたバイトをしないかい。あ、と言っても雇い主は私じゃないよ。桜川の向こうにスナック街があるんだが、そこにハーバーライトっていうスナックがあってね、ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。スナック、一体何すんだ。さあね、詳しくは知らんが、仕事をこなせば5000円ほどくれるみたいだよ。5000円はありがてえ。行ってみるか。ああ、ありがとな、おっちゃん。ちょっとこんなところで斡旋しないでくださいよ。ん？何のことだ。見てましたからね。規則違反ですよ。まあまあ、
規則や法律の中だけでは救えない人間もいるんだよ。これくらいは許されることさ。はあ、いつも勝手なんですから所長は。ちょっと腹減ったな。
ね。とっておき見てろよ。俺のものだ。とっておきだ。見せてやるよ。逃げるなら今のうちだ。分かってこいよ。おい、とにかくすぐ来てくれ。ダメ。ほら来いよ。よし、行くぞ。おい、来た。とっておき。くそ。行くぞ。ほら来いよ。これで。いや、俺の番だな。とっておきだ。どうしようかね。なめんなよ。よし、行くぞ。強くなった気がするぜ。
行くぞ。強くなっちまったか。はい、